食べられる、焼き物。長野県中心地方を中心に食べられる揚げ物。本校では両方について記す。焼き物の、山賊焼きは、骨付きの鶏もも肉を一本丸ごとオーブンやグリル、炭火等で、ニンニク風味のテリヤキ風のタレに絡めて、炙り焼きにした、ローストチキン風の料理。単に、軽肉のテリヤキ風を、山賊焼きと称することもある。 岩国市久賀町にあるレストラン、いろり山賊で供されることで知られる。いろり山賊のルーツは、昭和20年代から、広島市的場町にあった居酒屋、的場大学で、山賊焼きは、広島時代からあったメニューである。山口県民の間では、運転免許を取得したら、最初のドライブで食べに行く料理として定着している2020年には、 カルビーから山賊焼き味のポテトチップスが発売された。なお、山賊焼き、山賊焼きの商標は、食肉用調味料大手の日本食券が保有している。同社の販売している、山賊焼きのタレの調理方法では、鉄板で焼いた鶏肉にタレを絡めながら煮詰めるという、山口の山賊焼きに類似したレシピを紹介している。 JR 松本駅駅ビル内の飲食店にて提供された山賊焼き定食山賊焼きを用いた長野の駅弁バンズに山賊焼きを挟んだ山賊焼きバーガー揚げ物の山賊焼きは鶏もも肉をすりおろしたニンニクや玉ねぎを効かせた醤油タレに漬け込み片栗粉をまぶして油で揚げる端的には鶏もも肉の唐揚げの大きいもので山賊揚げとも呼ばれる ただし、もも肉だけでなく、比較的安価な胸肉など他の部位が使われる場合も、ある。山賊、焼きと称するが、実際に焼いたわけではなく、調理法としては揚げる料理である。中心地方の居酒屋や食堂などのメニューのほか、家庭料理やスーパーの総菜としても、一般的である。盛り付けの際には、千切りや手でちぎったキャベツを添える。 中心地方の名物料理として提供する店もある。名前の由来については、現在二つの説がある。ご当地グルメとしての PR 活動が本格化したのは2000年代から。松本市では、松本食堂事業共同組合青年部が主導して、山賊焼きを出す店に2009年から上り旗を掲示。2012年には、 松本山賊焼き応援団が結成され、持ち帰り用に匂いを抑えるため生姜を入れるなど、松本風独自の基準を設けた。塩尻市では、市役所が温度をとって2010年、材料は骨付き鶏肉、ニンニクを効かせた醤油ダレに漬け込む、片栗粉をまぶしてあげるという三つのこだわりを制定。2012年に、塩尻山賊焼きの会が発足した。前後して、 両市では協力関係も築いており、2010年に松本大学も加わって山賊焼きを考える会が発足。現在は毎年3月8日を塩尻市の翌9日を松本市の山賊焼きの日として地元住民や観光客がはしごできるようイベントを開いている。ありがとうございます。